アズレンアイマスコラボ100連さあ貯めた分で引いていこう。全コンプだな。まあ目標は当たり前だけど、いやていうか100連もすれば出てくれるはず。だがこう何連続も引いてると出ないのがアズレンっていうねゲームだからね。まず1体目正直、おー2体目ね、正直ね、アイマス知らないんですよね。この子誰ですか知らないのよ。2体出てるけど、ごめんなさい、両方知りません。本当アイマス好きな人には本当申し訳ないです。でも知らないものは知らないんです。おお、これ3体目か。うん、3体目だな。はい、新月とかわかんねえ、わかんねえ。リアムしか知らないんだよね。うん、リアム以外は知らない。あとうずきか、二条院うずき違ったかな。いや、ちょっと某柑橘系ソフトの、おっどうとだ、某柑橘系ソフトのね、二条院葉月のあ、フルネームで言っちゃった言っちゃった。お、あーかぶりかね、某二条院さんがね、おー、あーおー出るね、いっぱいじゃん。ええー、やん、うん、凸できるわ、ありがたい。そうそうそう、さ話戻すとね、初めまして某柑橘系ソフトの二条院さんがね、パロってたからね、うずきだけは知ってるけど、いないのかな多分。よし、いいね、2体目ナイスナイス、いいね。100連、あ、止める途中で、いや突き進もうか、100回引いちゃおうか、せっかくだもんね。いやでもこうガチャ引いてるとだんだんね、話すことがねなくなるのがね怖いよね。正直リアクションとかもできないからな、そんな実況者みたいにね、うまくね、ここら辺とかも何回も見てる連中だからね、普通のガチャで。だからね、どうすればいいんですかね。カットですか、カットですかね。いやーでもフルでお届けしたいのがこちら側としてのはね、希望なんだけど。お、あこれはミナセイ、イノリ、イオリ、どっち、イオリかな、多分イオリでしょ。すごいな、イオリっていう風なのって名字でもできるよね。でミナセも名字だよね。おおー、よっしゃやったぜ。なんていうの、ごめんわかんないSSR これで揃ったのかな、どうなんすかね。いやもう一体いるんじゃなかった、交換所のやつが。だからそいつが出ればこれでそれでコンプになるのかな。うん、そうだよね、あずさこの子がいるよね。よしよし、ひらがなだから読めたぞ今のは。君はこの、君はこのアークロイヤルが、私は、はじめます、あんたが指揮か。いやーガンガン減ってくね、すごいペース。おお、あー違う、ヘイ指揮官、はーい、ヘイ指揮、あれこれ出ないパターンですかね。金がもうこ結構なくなってきてるってことは、これはもう、あ、ラスト1回ですね、これで。うわ、もう来たか、早いな、早っ。おお、ああ、これあれじゃん、完全に突できるじゃん、ブリ使わずに突できるやん、やったぜ。いや、いいのかな、実際残しといた方がいいのかどうかだね。おっとおっと、最後まで出なかったね。
結果はこんな感じかな。ここの連中がそうだね。天海かな。天海遥か。あ、天海遥かだ。やった、合ってたぞ。これわかんない。ちょっと字ちっちゃいから読めない。まあこんな感じか。結構いいんじゃないの。はるか4対2、千歳、千歳じゃないかな。ごめんなさい、ごめんなさい。誰ですかこの子。空母の子誰ですか。わかんないです。で、いおりが2体と。で、あみかな。そうみか違う、ふたみか。ああ、ふたみなんだ。ふたみあみが何体ですか。5体ですかね。いや、3体か。うん、あ、双子なのかこれ。すごいね。ま、こんな感じでした。お疲れ様です。